4月ですよ。4月。新年度皆さんいかがお過ごしですか？新年度早々ね、随分と冷える夜でございますけれどもね。1週間お休みいただいてのふっとりこう。内容たっぷりでお届けいたしますので、どうぞ一つお付き合いください。いや、間に合った、間に合った。はお帰りなさいませ。い、戻りましたよ。あ、ちょっと電池が。電池があんまりないね。大丈夫かな。改めてね、は台い。本見たんですけど、うん。この量はなんか最後の方もすごい差し込んでるじゃないですか。そう、なんか、小1時間ぐらい前に1個データになりましたよね。ありまし帰りた。そのう話していたんですけん、ど。これはね、今日すごいですよ。恒例企画、もはや。これ全部ね、まあ、いかないんじゃないかな。ねえ、節こう、はしょられる部分があるんじゃないかなとは思いますけれども。行きましょう。時間も時間ですからね。そうですね。はい。じゃあ、そろそろ参ってよろしいと思います。はい、では参りましょうか。行きます。フライデーナイトふっとりこ。こんばんは、ふっとりこです。こんこんふばんは。っとりこは毎週月曜22時、金曜22時30分から、クラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなど、マリノス周りのニュース、出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい。はい。マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方まで、マリサポみんなで楽しめる番組を目指しております。はい。はい。それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、なりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あきらくんお願いします。はい、風の吹くまま、木の吹くまま、50周年おめでとうございます。ササレのサポーター、あきらです。よろしくお願いします。おめでとうございます。はい、50周年おめでとうございます。はい。パンダさんお願いします。はい、今日はカモメじゃなくてツバメを片手に、お送りしております。どうぞ、トリコパンダです。よろしくお願いします。よろしくお願いしまはす。い。はい。以上の3名でお送りします。はい。いつものお願いが3つあります。1つ目は、感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。はい。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。はい。ハッシュタグはふっとりこ、FOOTRICO でお願いします。お願いします。お願いしはい。ます。2つ目、マリサポのお友達にふっとりこやってるよと教えてあげてください。はい。アプリの下の方にある、四角から矢印が出ているボタンを押すと、お友達のリスト、お友達に教える手段が出てきますので、もしよかったら教えてあげてください。はい。最後に、ふっとりこのクラブのご紹介です。コミュニティのようなものです。クラブのメンバーになっていただくと、ふっとりこについての通知が行くようになりますので、ぜひお願いします。はい。メンバーになるやり方は、アプリ上部の大文字でふっとりこで、緑のおうちマークですね、ここをタップすると、クラブのページに行きます。はい。まだメンバーになれてない方は、ジョインクラブというボタンが多分出てると思うので、それを押してメンバーになっていただけると嬉しいです。はい。はい。ちなみに現在のメンバー数は424名です。おお、ありが増とうございます。えてる。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いやいやいや、増えてますね。ありがたい限りでございますよ。はい。いつもより早く終わったな。まあ今日ぎっちりこなんでいいんじゃないですか。そうっ自す己ね。紹介簡潔にしてしまったがためにですね。まあ確かにね、そうだええ、ね。101回目なんですけどね、今回ね。はい。ネタを仕込む時間もなく、なく、ここそうまなんででやってすまいりよ。ました。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。さあ行きじゃあ、ましょトピックに行きたいと思います。う。はい。1つ目、はい。
1つ目は、4月2日土曜日2022明治安田生命 J1 リーグ第6節 FC 東京戦が開催されます。はい、30周年記念試合ということで、もう2回前ぐらいからね、小出しのイベントの情報は、まあ、クラブがリリースしているものを中心にご紹介をしているかと思います。はい、はい、っていうのを踏まえて、じゃあ最初にあきらくんの、基礎データプレビューをお願いしたいと思います。はい、FC 東京戦でございますね、第6節になります。明日、夜7時からのキックオフですけれどもね、データで振り返ってみると、直近5年間なんですが、これ J1 リーグ戦の10試合ですね、6勝0分け4敗なので、勝ち越しております。よくよく考えると、最近でこそ相性はいいですが、それまでって結構負けてましたよね。アジスタがなんかどっちかというと相性悪いですね。なんかその記憶がね、そうそうそう、だんだんと拭えてきたんじゃないかなと。はいはい、はい、で、天候ですね、明日の、お天気がおそらく晴れだろうということで、晴れ予報で出させていただきましたが、まあ、晴れの日は236勝93分け160敗と大きく勝ち越しておりますので、まあ、これにあやかっていきたいですねという感じでございます。で、達成間近の記録が実は両チーム1人ずつ同じ記録でいらっしゃいまして、横浜 F マリノスからはマルコス・ジュニオール選手、FC 東京からはレアンドロ選手ですね。へー、なんとですね、 J1 通算100試合まであと1と、お互いすごいねこれ。そうなんです、同じ年に来たかなぐらいかなと思いますけどね。2人の、ね、試合の出方考えると同期かなって感じしますけど。そうで、レアンドロ、まあ、怪我とかもあったかな。レアンドロの方なんか先に突破してるイメージはあるけど、もともと鹿島にいましたからね、そうか、そこでそんなでもなかったからかな、ちょっと内訳が気になるところではありますが、ただですね、そのレアンドロ選手、怪我でございまして、あら、なんだって、はい、あと1なんですが、まあ、おそらくマリノス戦ではなかろうと。はい、で、あとは林選手ですね、キーパーの林明宏選手、まだまだリハビリ中ということで、長期ですね、はい、離脱をしておりますというのが、まあ、主な離脱ですね。でマリノスに関してはどうやら皆さん戻ってきたようなので、はい、どんなメンバーになるかなと、ちょっと気になるところではありますが、まあ、あとは画像の右側に前節のスタメン載せさせていただいておりますので、そちらご確認ください。またプレビューもね、いくつか皆さん書いていただいたものが上がっておりますので、ぜひぜひそちらもご覧いただきながら、明日の試合に向けて、はい、備えていただけたらと思います。以上でございます。はい、ありがとうございます。はい、すごい久しぶりですね、試合。そうなんですよ、2週間ぶり、ね、こんなに開くことあったっけって思った、久しぶりに。過密って言ってんのにね、ねえ。そういう日もあるんだわよ。だからもう本当にその試合の始め方とかもだし、まあ、スタメンの並びとかもだよね、その、まあ、もう一回新しいものになるのかな。ここまでの何節かなかったことになってるかもしれないからね。FC 東京からしたら誰が出てくるのって思ってるかもしれないし、確かに確かに、ね、どっかの記事で出てましてね、この2週間の間はビデオとか見ながら動きの確認とかしてましたみたいな。なのでこう、まあ、修正というか調整みたいなものもおそらくマリノスも入れているのではないかなと思いますね。なるほど、楽しみですね。あの連戦をクリアしての仕切り直しての一戦なので楽しみですね。はい、ご紹介ありがとうございます。はい、はい、続いてまだホームゲーム情報いけますか。はい、はい、じゃあお願いします。今から読みます。はい、ほぼ初見でいきたいと思います。はい、明治安田生命 J1 リーグ第6節です。FC 東京戦ですね、7時キックオフ日産スタジアムで行われます。はい、記念試合、30周年記念試合なので、いろいろとイベントはあるので、まあ、ちょこちょこと紹介しながらいきたいと思うんですが、まずタイムテーブルからいこうかなと思います。キッチンカーのオープンが2時半14時半ですね。で、場外イベントオープンというのが、いわゆるトリコロールランドのステージとかのオープン時間ですね、15時からになります。開門が16時半、早めですね、久しぶりに。ちょっと7時ゲームになりますので、
でハーフタイムは19時45分ということで、いつもだったらここにキッチンカーの時間とか書いてあるんですけども、うんうん、これがちょっと今回キッチンカーのページに入っておりまして、ね、うん、まあ、ただナイターなので全てキックオフまでの時間の営業になります。全て19時までですね、2時半から19時まで一律今回は、クローズになります。スタグルのエリアこのまま行きたいと思うんですが、今回東西ゲートプラス、場外のいわゆる駐車場ですね、西ゲートの下のエリアも今回オープンいたしまして、総勢で、61店舗ですね、実はですね、何店舗かちょっと直前キャンセルになってしまった店舗が残念ながらあったりしたんですけれども、それでも60ぐらいはかな、はい、でですね、今回ちょっとあえて注目として挙げさせていただきたいのが、西の、駐車場エリアの方に出ます駄菓子屋 CDA さんですね、はい、こちら緊急投入ということで一番上に乗っているので新しい店舗さんですね。そうですね、ちょっと聞いたことある名前かもしれないんですけど新規の初めてのご出店ということで駄菓子屋 CDA さんですね、駄菓子屋 CDA さんですので、皆さんぜひ応援に駆けつけていただければと思います企業努力で1店舗なんとか確保したというところですので、どういう形態でやるのかな、多分手持ちのキッチンカーをお持ちだと思うので、うん、まあ、問屋さんがあるんですよ駄菓子って、まあこの数日で何とかしたんでしょうねっていうのがCDA さんのCDA さんアカウントの方にさっき上がってましたね、はい、明日おそらく店頭に立つ方がいらっしゃるだと思います。一人一人並んでって感じなのかな、どうなんだろうね、か もしくは なんつうの4トントラックとかに中に店舗作るかなとかちょっといろいろ思ったんですよね。そう、なんか細長く横にトラック置いてトラックの後ろの方から列が並んでて、うん、もうみんな取っていって会計するみたいとかね。そう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 会計だけね。いやだからさ、ラベラー貼ってんのかな、だし結構意外と価格いっぱいあるから大変なんだよ会計。そうだよね。そうバーコードでできるわけじゃないからさ、あれ結構大変なんですよ。これね、紹介のとこね、これ、うん、急遽の出店により画像素材が間に合わず申し訳ありませんって書いてある。いやこれね、初めてだよこういう書き方したの、うん、多分初めて、初めてですよこれ。本当に緊急でこの更新の仕方してくれたのすごいと思う。今ね。ねえ、はい。場所が一番奥の奥ですね。奥の一番端。はい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 。もしかすると出店みたいにこうやってなんか。ダーって広がってるかもしれない。ちょっとお姿だけでもちょっと見たいなと。逆に気になるなこれ。いやほんとなんか CDA さんは笑ってくださいって言ってましたけど、結構期待されててちょっとどうしようみたいな。はい、CDA さんアイディアが素晴らしすぎるじゃん、ね、これ。そう。そう。なんならなんならね、こう手伝い行こうかなと思ってるぐらいですか、ね。え本当レジ打とうかってちょっと思ったもん。そうそうそう、こう見た時にね。これね。うん。もともとね、60店舗の出店、残念ながら今回コルポデラストレイガさんとかね、ちょっと一部出られなくなっちゃった店舗がいたんですけども、代打をね、きちんと投入されての展開となっております。新店とかも結構たくさんあったりとかして、で一応その代打の店舗さんに一応変わってるんですよ、駄菓子屋 CDA さん以外は代わりに来る店舗の情報がもう上がってますので、内容オフィシャルサイトと、あとは CDA さんのマリノススタグルの方のアカウントですねの方から全店紹介出てますので、そちらからそれぞれご覧いただきたいなと思います。いや何食べようね明日、はい、というわけで、トリコロールステージの方の、イベントですね、今回が、レジェンドトークショーが17時からございます。今回は、ハートさんと、クシキャリ栗原雄三さんと、今回から今年からですねマリノスのスクールコーチになられました富澤清太郎さんの3名でお送りいたします、うん、こちら17時から30分ほどを予定しております、まあ、他にもマメズちゃんのステージとワトリコロールランドステージの、スケジュールの方でご覧ください。あとは30周年記念大型フォトスポットがトリコロールランド側にと、西ゲート前に出ます。どっち側にも出ますので、こちらも内容も別だって言ってましたね。マジっすかそれは困った。恐ろしいよね、はい、キッチンカー60店舗と言いましたが、崎陽軒さんも出ますので、実質もう1店舗ありますし日産スタジアムのスタジアム内のショップもリニューアルしまして、多分今回から全部揃うんじゃないかな、ね、開幕の時まだ間に合わなかった店舗とかが今回から入りますので、ぜひね
だいぶいい感じのお店増えましたよね、本当に。ねえ、びっくりしましたよ。そう、だからそっちもちょっと気になるんですけど、まあ、あれじゃないとキッチンカーに勝てないっていうメンツが。いや、そう、そういう感じ。いや、いいよね、その相乗効果、うん、あとヴィッセルから移籍してきた巨大、うん、大型補強の例の寮母さんのね、お店とか入ったりとかしてますので、ね、食に困ることはなくなったね、本当、日産スタジアムでは。いや、本当に、うん、はい、そんなあたりですね、食事に関しては。で、あとはですね、場内の方のイベントと、明日30周年記念なのでスペシャルステッカーのプレゼントが、ございます。東西どちらのゲートからも開門から全客様配布になってますので、多分なくならないやつですね、これ新着とかでもないので、うんうん、でプレゼントがありますよっていうの と、神奈川フィルハーモニー管弦楽団の生演奏での、公式アンセムですねが入りますと、うん、こちらが18時56分頃からってなってますので、トリコロールギャラクシーの演出消灯時間自体は18時44分頃からになってますので、暗転でやりますね、これ、うん、暗転演出が44分頃からスタートしますので、それまでには皆さんご着席くださいということですね、うん、結構長いな、はい、そう、いつもより多分ちょっと早めに暗転かな、まあその演奏時間も考えてだと思うんですけど、うんうんうん、はい、いや、あとはあれですね、あの何をやるのか話題になってます、あのファンの方を募集されてたトリコロールギャラクシー、あれね、あれね、はい、おたげをするのか何なのかいろいろありますけれどもね、はい、ビクトみたいな感じなのかな、ぜひあのもしねリスナーの方参加されるよって方がいたら、ね、後日また感想等を教えていただければと思ってます、うん、はい、まあ、もしあの行きますって言っていたらハッシュタグふっとりこでぜひねつぶやいていただいて、はい、何やるかもしかしたらまだ聞いてないかもしれないですけどね、はい、とですね、場内のコンコース E11 から12で歴代ユニフォームの展示もございますと、うん、結構いろいろ展示物が多いんだよな、メイン側なんですね、これは、はい、そうですね、まあ、スペースの都合等もありますけれども、うん、あ、1個忘れてた、トリコロールランドステージの大事なイベント、そう、先ほど発表になってましたけども、日清オイリオさんのそう唐揚げ無敗、そうなんですよね、びっくりした、はい、スマイルテーブルのキッチンカーを利用して、日清オイリオさんのですね、やみつきオイル、ごま油にんにくを使用した唐揚げをですね無料でプレゼントいたします。来たよ、はい、さらに唐揚げに入った紙コップに当選シールが貼ってある方にはやみつきオイル、ごま油にんにくをプレゼントということで、どんくらいちょっとプレゼントするかわからないんですけども、結構しっかりした唐揚げを1個無料でくれます。ただしこちら整理券が配布されて揚げたてくれるんですよ、揚げたてね、はい、で整理券の配布時間が1回目が14時30分午後2時30分です。で2回目が16時40分午後4時40分からで、配布時間はその1時間後約1時間後にそれぞれ設定されてますので、そこで順番に、もらう形になります。ああ、西オイラさんもステッカーくれるそうです。今回先着2万名様に特典ステッカー入り口でプレゼントに、こっちは、そうですね、こっちだけ先着2万になってるので、もし2万以上来てしまうともらえない人いるかもしれないんですけど、確かに、はい、明日ね何ちょっと売れてるかわからないので、ぜひお早めに。結構 FC 東京側も1回完売しましたよね。そう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 、で2回が追加になったぐらいなので、結構来場者数は多いかなと思いますので、ギャラクシーもありますので、ぜひお早めにお出かけください。はい、その他イベントなどたくさんありますので、こちらはオフィシャルサイトの方ぜひ一度すべて目を通してからお出かけいただければと思います。うん、ホームゲーム情報本日は以上で、はい、ご紹介ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごいな、盛りだくさんだね、やっぱり。イエーイ、楽しい。お子様向けも結構ね、あのじゃあいつも通りというか多分フルフルであると思うので、うん、お子様も楽しみいただきつつ、うん、まあ、大人は昔の見たいやつ見たり、うん、楽しいんだけどさ、あのアップの映像とかも見たいじゃん、うん、あ、そう、忙しいんだよね、結構ね。そうそうそう、だったらあれじゃない、そのやっぱり食べ物を試合前、そうか、キッチンカーを食べて場内を食べてっていう風にすれば、まあ、確かにそう、開門前に一食メソッドで食べます。で後で紹介しますけど、グッズをその後買います、入場します、ヤップなどを見つつ合間に場内のスタグルを買います。で、明日はトリコロールギャラクシーあるので、皆さんペンライトとかも忘れなくね、持ってていただいて、で、じゃあ結構映像とかもきっと
これ用に作ってんだろうな。絶対そうだよね。うん、ぜひあの皆さん動画のご準備も忘れる、はい、そうですね、うん、はい、あの動画撮っていい動画ですからね。そうですね、はい、そうですね、そうですね、それはアップして大丈夫です。アップも大丈夫、はい、うん、今回はね30周年記念して一応この試合オンリーの演出になると思うので、いけない人もいると思うので、ね、うん、多分、はい、まあ後でアップされるかもしれないですけどね、マリノス公式、まあまあ、公式で、はい、そうした時はそれぜひ公式の方でご覧いただければと思います。はい、はい、ご紹介ありがとうございました。はい、はい、はい、でさっきパンダさんも言いましたけど、 FC 東京側のビジタースポーターズシートは、2階席の1部エリアも追加販売になってますね。はい、はい、で、ね、僕がさっきチケット見に行ったんですけど、リセールがめっちゃ少なくない？ほう、やっぱ本気出すとそうなんだよね、みんな。やっぱそのみんなね、やっぱり、まあ、この試合もあるし、ちゃんと、ちゃんとそう、全員来るとそうなる。ターゲットをこう、そうね、しそうね、やっぱりまあ、 マンボウとかももう出てないし、まあ、ね、ね、あの時はやっぱりリセール出てた時は控えてた方も多分いらっしゃるので。そうだね、うん。なるほど、なるほど、なるほど。そうか、それが全部うまいタイミングなんだな。うん、確かに、確かに。よかった、この記念試合が制限試合じゃなくてよかった。いや本当そうだね、本当にね、そうっすよ。いや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 、よかったよかった。はい、っていう感じですかね。で、あとはですね、うん、あとは、スタジアム周りというか、スタジアム周りか、スタジアム周りがかなりトリコロールに装飾されているという。そうなんですよ、街全体。なんか急に今週いきなりいっぱい出てきますね。横浜がこんなにマリノスになるの初めてじゃない、はい、まず最初にっていうか、これが一番でかいのかな、のぞみ号30周年、うん、そうなんです。JR東海公式とのコラボ、なんかもう 30年前って何があったのっていうぐらいいろんなもの爆誕しすぎじゃないねえ、92年何があった、ベイスターズになったもそうだし、のぞみができたと、はい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 、ケーキよかったんですよね。すごいよね、30年前って、はい、新横浜駅で J リーグ所属の横浜 F マリノスとのぞみ号の30周年コラボ装飾を始めました。切符売り場と横浜線改札外の、ガラス面にトロコロールの双方ロゴ入り装飾を施しております。今後盛り上げてまいります。はい、はい、っていうだけではなくて、はい、JR はもう一個高速駅構内の装飾もリニューアルしたと。そうありましたね、30周年記念になってて、はい、うん、なっていると。さらに、これはマリノスケが見に行ってましたね、高速駅から日産スタジアムに向かう歩道の壁のデザインが2022シーズン用が完成してそれになってますとか、うん、前節これなってなかったっけ、かな、新横浜、F マリノス通りにフラッグを掲出してあったりとか、うんうんうん、あとはあれですね、新横あの地下鉄新横浜駅の、うん、上りエスカレーターも、まあ、だいぶ装飾されてますよっていうリポートしてましたね本気、本気よ、ですね、ホームタウントリコロールかっていうハッシュタグがね、これがね、うん、なかなかすごいっすよ、トリコロールかよ、本気で横浜を取りに行こうじゃないか、はい、あとは、まあ、この試合のプロモーションという意味も込めて、クラブが今年30歳のクラブの選手タカ、まあ、フェイド尾形君の、うん、ね、インタビューをツイッターで上げていて、それがエウベル、ミハイチ、中川くんで尾形ホペイオっていう4人ですね。はい。まあプロモーションを話していたので、エウベルのインタビューが結構ね、いやエモみすごかったですね。エモみが強かったね。はい、なんかあんまりそういうのを感じない選手じゃないですか、エウベルって。あ、そう、意外とポーカーフェイスっぽいじゃないですか、うん、エウベルって。なんだけどめちゃくちゃ熱いんだろこの人って。そうそう、喋るとね、そうそうそう思って。まあ、4人見るの大変かもしれないですけど、エーベルのぜひ見てほしいなと思いますね。まあ、例えばそんなに長くないので、多分ちちっと見れば、うん、まあ、他の変装コンテンツもいろいろあるとはいえ、これも多分すぐ終わるかなそうですね、はい、はいはい、というところで、明日のお話終わりにしましょうかね。はい、だいぶ時間経ったな多いんだよ、はい、明日もりもりですけど、皆さん、まあ、もりもりを楽しみすぎて疲れ果てないように気をつけてくださいね。幸いなことに土曜日でございますので。そうですね、はい、まあ、ナイターですが、はい、しかもいろいろ始まるのも2時半からですからね、はい、あ、そう、ちょっと今回時間なかったので天気入れなかったんですけど、明日も寒いと思うので。あ、そうだね、はい、今日ぐらいみたいですよね。そうですね、うんうん、普通に冬だと思って行ってください、うん、日中は多分暖かいと思うのでちょっと油断すると思うんですけど、結構今日とかも夜普通に
寒ってなるぐらいだったので、夜合わせですね、気温あんまり変わらないと思いますので、ちゃんと足元をねしっかり温めていただいて、はいはい、では明日は元気に元気に勝ちましょう。リサーチャーに向かって勝ちましょうね。はい、はい、あれ ACL 前ラストホームラストホームですですよね。はい、これしばらく日産1ヶ月ぐらいない、ね、また次のホームゲームは5月7日の名古屋戦ですかね。はい、ACL 行った方は入れないかもしれない名古屋戦ですね、はい、あれです、はい、隔離されてるかもしれないってことですかね、うん、いや、はい、社会的には問題ないんですけど、 J リーグのルールがダメなんですよ。そうなんですよ、それまでになのでぐらいどうにかしといていただきたい、みんなが帰ってくるまでの間に、はいはい、という、FC 東京戦の話でした。はい、はい、次いきます。次は横浜 F マリノス横浜 DeNA ベイスターズコラボイベント I love 横浜シリーズ開催のお知らせ出た、出ましたよ、シリーズでしたね。はい、紹介しましょう。はい、この度横浜 F マリノスと横浜 DeNA ベイスターズでは両チームの30周年を記念したコラボイベント I love 横浜シリーズを開催することをお知らせいたしますと。はいはい、でクラブ創設30周年を迎える横浜 F マリノスと、ベイスターズの球団名がついて、30周年を迎える横浜 DeNA ベイスターズと、横浜を拠点とする両チームが30周年記念したタッグによる取り組みですと。スポーツを通じて横浜の街を、横浜の皆様の人生を彩りたい、横浜を世界に誇るスポーツ都市にしていきたいという思いだそうです。はい、で、スペシャルユニフォームですね、コラボのユニフォームがそれぞれベイスターズのものとマリノスのものと出ていますと。はい、で、このイベントの、その I love 横浜シリーズとして設定されている日は、横浜 DeNA ベイスターズは6月28日火曜日から6月30日木曜日までの対阪神タイガース戦、うん、はい、で横浜 F マリノスの方は6月25日土曜日の、第18節柏レイソル戦が対象日となっているそうです。うん、はい、はい、っていうのがまずシリーズの話ですね。うんうん、結構なんだろう、なんか一過性のっていうか、なんかその例えばそのコラボインフムだけ作るとか、なんていうのかな、よりもちゃんとこういう試合を設定してっていうところまでやったんだなって感じがしましたね。うんうん、はい、これまたこっからチケットの話とかいろいろ出るかもしれないですしね。そうそうそう、両方見れるとかあったらいいですね。セットチケット出しそうだな。はい、で、それに伴って出る、ユニフォームですね。うん、はい、横浜 F マリノススペシャルユニフォームのコンセプトは常に街の皆様のそばにある存在でいたい、そのような思いを持った横浜を拠点とする両チームが同じコンセプトのもとに制作した普段使いのファッションとして日常生活に取り入れやすいスタイリッシュなスペシャルユニフォームですということで、うん、横浜を象徴するレンガ調の街並みにも馴染みやすいネイビーを基調としながらアクセントとしてこう横浜市かで横浜市の花であるバラを表現したピンクなんですね。うん、はい、で、エンブレム星、メモリアル、ナンバリングをホワイトで統一することで、まあ、さらにもっと言えばスポンサーロゴですね、パートナーロゴもホワイトで統一することで洗練された印象を醸し出していますと。はい、はい、ということで、もうグッズの方言ってしまうと、予約受付 A 日が年チケ会員が4月16日土曜日10時から、うん、レギュラー会員4月17日日曜日10時から来週の土日ですよね、うんうん、違う、再来週か、再来週ですね。再来週、はい、はい、で一般予約受付が4月18日月曜の10時からと、1日ずつずれての販売になるそうです。価格は19,800円。うん、はい、ACL 行く人たちは大丈夫か、ベトナムでやるしかないぞ、予約するしかないですね。あのベトナム時間日本から2時間マイナスとなりますので、はい、お気をつけください。ね、はい、ベトナム時間だと朝8時に、朝8時か、はい、はいやー、はい、はい、ということでした。で、記者会見が、同日行われてましたね。僕はちょっと横目に見てました。うん、横浜ベイスターズ、DeNA ベイスターズの方が OB の荒波翔さんと、まあ、現役の選手の山崎康明選手、うん、はい、でマリノスは、栗原雄三、クラブシップキャプテンと中川選手でしたね。はい、はい、で、まあ、インタビューというかもう簡単に行われたりしてましたね。はい、結構しっかりしっかりされてた、なんか結構時間あったよね。現役も OB もかなりたっぷりお話、そうそうそう、聞いてる感じでしたね。そうそうそう、安明の
インタビュー慣れ。いや本当よ。いやすごいね、やっぱあのね、プロ野球のトップ選手はやっぱりね、なんかね、こうねいろんなものを感じましたね。うん、そう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 。そうだけどね、やっぱね、中川照人という人はあのインタビューの時かっこいいのよね。うんうんうん、あの人。わかるわかる。あのマリノスサポーターの方は普段のテル君を知ってると思いますけど、初見であれ見たらかっこいいなって思うもん絶対。なるほど。あ、確かにね。よそ行きでしたねちょっとね。いやまさかね、あんなにあの木田さんにいたずらをしまくるような男に見えないじゃないですか。いや本当に、こういうところで喋ってる時って、ね、そう、キリッとしたかっこいいお兄ちゃんですよね。そう、外向きのテル君出てるなと思ってかっこよかったです。はい、でなんか面白かったですね、山崎康明選手ですかね、マリノスのこと知ってますかって言ったら TikTok 見てるって。そう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 。これすごくない？TikTok ってそういうとこに、なるほど、そういう風に届くのかと思って。そう、そこ行くんやと思いましたもん、ね、見てくれるんか。いや嬉しいですね、ね、いい人すぎん。うん、いい人感はすごかったね、このインタビュー。はい、で、当日、公開されたスペシャルユニフォームの紹介動画もあの YouTube に上がっておりますので。かっこいいっすよね、演出が、シンプルにね、シンプルにかっこいいわ。いろいろね、気になるポイントがあるというか、ちゃんとコラボしているクロスするっていうのを表していて、いいビデオでしたね、かっこいいし。僕が一個気になってるのは、アイラブ横浜のタオル掲げたじゃないですか。あ、タオルね、あれ特に情報ないんですよ今のところ。出るんだよねみたいな。いや確かにさ、あの会見でも持ってさ、あのこちらも可愛いですみたいなこと言ってたのに、そう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 、今のところ情報ないんですよ。そうないんですよ、これから出るのみたいな。試合当日というか、まあ、そこら辺で普通に売るってなったら予約じゃないから、正確にされるとつらい。ついてこないかな、入場そうっていうのも含めて、ね、そうまだまだ続報がありそうだなと。そう、はい、そうだって後日改めてとかまだいっぱいついてるもんこのページ。いっぱいありますよ。そう詳細は発表しますとか、ね、まだまだこれ全部じゃございませんということですね。そうそうそう、やっと30周年記念試合にたどり着いたと思ったのに。まだ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 ですよ、まだね、これまだこの先も記念試合とはまた別ですからね。あ、そうですね。おそらく今年のスペシャルユニフォーム枠はこのコラボ意味なんだろうなと、うんうんうん、これあとなんだっけ、ね、2回あと2回ですね。そう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 、切りますよね。まあまあ中盤終盤近く、で、ね、ACL 帰ってきた後かな、うん、ね、うんうん、決勝トーナメントの後の試合だったかな、日程的に。そうそうそう、もう一回切るあの機会があるそうですので、はい、うん、おそらくスペシャルユニフォーム枠と思われます。今年のスペインには一応これ、まあもうそんなことしてる前にあっという間にシーズン終わっちゃうから。そうなんですよ、もう出してる暇がないんですよね。そうそうそう、今年は多分。そう、ね、はい、じゃあもうみんなで買いに行くところは。だってアディダスさんも今年代表ユニ多分出すので多分いっぱいいっぱいだと思うんだよね。一着、はい、はい、という、ディーベイスターズとのコラボについてはまだまだ何かありそうなので、はい、楽しみにしていきたいと思います。はい、はい、次に行きます。4月2日 FC 東京戦新商品発売&クラブ創設30周年記念受注販売グッズ第1弾のお知らせ。第1弾、はい、パンダさんご紹介お願いできますか。どっちから行きたいですか。明日のやつかな。じゃあ明日のやつから行きましょう、はい、4月2日 FC 東京戦の現地新商品販売ですね。今回は30周年記念シリーズということで、まあ、一応開幕にもあの、トリコロールのシリーズで1回出てますけど、今度また30周年 の、 あの皆さんが年チケ届いた時にこれやべえかっこいいじゃんってなった感じ、あの感じのデザインかなって思います、はい。でですね、今回もまたフラッグ、正方形のフラッグが出ます。こちらはシンプルに、ユニフォームのお腹から下の部分のデザインと思ってもらえれば、はい、でロゴをでっかくバーンでしたみたいな感じですね。30周年記念グリップ付きフラッグが、1210円、過去税込み、500mm×500mm の正方形です。で、ここからが、ほぼ同一デザインでちょっと一気にいきますね。マウスパッド、アクリルキーホルダー、マルチケース、マグカップが2種類、
と、はい、キャニスター缶が2色とドリップコーヒー4個セット、うん、それから、イラストミニタオルが出ます、はいはい、ここまでが30周年記念ロゴ入りで、うん、イラストミニタオルは、あれですね、いわゆるガチャですね、あの、うん、シークレット販売のやつになります、うん、これ550円だから結構あっという間になくなりそうだな、うん、はい、でドリップコーヒーは多分いつもの、ところで多分作っているのでまた味が違うかもね。以前フットリックでちょっと取り上げましたけども選手ごとに実はあれ豆違いますよって話になったんですけど、天狗会ですね、そうですね、あの皆さんがあのマルコスこれだったとか、そう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 、私これだったとか教えていただいたんですけど、多分またこれも違うんじゃないかなと思います。今回イラストではなく30周年記念のロゴ と、マリノスの、大きいエンブレムと日産スタジアムのモノトーンの柄 とちょっと変わったデザインになってます、うん、30周年記念キャニスターなんですけど、うん、これ色も違えば柄も違うんだよね、うん、よく見ると、あ、そう、アク系がちょうど表裏が柄違うんですけど、うん、 ね、それがそれぞれ黒と白で多分違うっぽいので、うんうんうん、もうこれも店頭で見ちゃったら2個買ってしまう可能性が高いという、両方買うやつやんこれ、買うやつやんこれ両方買うやつやん、並べないかんやつやん、買ってしまうやんけというわけで、まあ、ちょっと値段とかはね、まあ、オフィシャルサイトと、トリワン等で見ていただきたいんですけども、一応オンラインショップでも発売なんですけれども、コーヒーに関しては3日より発売予定のため、はい、現地で完売した場合はオンラインには出ません、うん、はい、それ以外はオンラインショップでも同時刻なのかな、時間乗ってるかこれ、ちょっとサイト見てますね。店頭はオープンが3時からで、はい、オンラインショップも一緒です、3時からになります。同国一応予約じゃなくて在庫数販売かなになります、うん、で、ここまで30周年記念商品だったんですけども、実はそれ以外もありまして、うん、フラッグエルフラですねのチェッカーが復刻しました、うん、ただ、うん、フルバージョンでは、あのフルってあの棒の刺さってるバージョンじゃなくて、以前普通のエルフラでも出たんですけど、うんうん、四つ角に、カラビナというか、あのハトメがあって、ハトメじゃなかったかもしれないですけど、ハトメ多分打ってあったかなの、要はあの飾る用に4箇所にこう紐がついてるタイプ、はいはいはい、なので触れないタイプなので、はいはい、まあ、最近ちょっとあのコロナ禍もあってなかなか去年のシーズンまでタオルも触れなかったりとかしたので、ちょっとこう掲げるように使えるようになってますので、うん、明日フラッグ、このチェッカーのやつかわいいので、ぜひまだエルフラお持ちでない方は一家に1枚ぜひぜひですね、はい、お持ちいただければと思います。でもう一個ですね、はい、さりげなく出てたんですけど、2022年プレイヤーズ T シャツですね、去年と同じからです、う、うん、はい、で、今回は、太陽選手がまだちょっと全選手ではないんですけれども、うんうん、背番号と名前名字だけでいきます。4番畑中、8番木田、10番マルコス、11番ロペス、14番吉尾、17番宮市、18番水沼、23番中川、うん、ほう、いやすごいメンバーやね、吉尾ですよ、吉尾ね、ロペスですよ宮市ですよ、宮市ですよこれなかなかすごいいいメンバーじゃない、これどういう基準なんだろう、あの、うん、プレスジに近い、うん、でも多分、ね、そうなると27入ってないんだよね、あ、そう、確かに確かにね、そうで、ロペスが入ってて、多分おそらくだけどエウベルの方が多分枚数で言ったら出てると思うんで、そうだね、そうだね、エウベルだよね、なるほど、そうどちらかというと、タクラブ所属してた選手かなって思ったりとかもして、確かに確かに、はい、ともう一個忘れてはならないのがマッチデイクッションですね、今回なんと8番、はい、木田先生でございます、いや今日しかもですよ、キャプテンマーク型のあのゴムバンドがついてくるというおまけ付きでございます、なんとこれはですね、どういうことなんですか、今回この木田さんの、買うとですね、漏れなく他の選手のマッチデクッションが出た時にキャプテンごっこができるというね、ミラクル仕様ですね、はい、これ別ういうあの縫い止めが多分ないと思うんですよね、ついてくるって書いてあったので、ゴムバンドがおまけでついてきますよっていう特別仕様らしいので、いやー、はい、自分が巻いてるんでしょ、売れちゃうよ、でも、あ、まあ、手首には負けるか、サイズ的にでも結構ちっちゃいと思うんだよね、あのクッションの、あ、そうかそうかそうか、
そう、あ、ヌイモーズは負けるかもしれない。ちょっと大きいか、逆に。うんと、そしたら、ご自宅にいらっしゃるマリノス君は負けるかもしれないですね。なるほど、はい。そう、マリノス君とマリノス家は。で、マッチデクッションもコーヒーと同じく、こちら3日からは、オンラインショップに出ますので、店頭で街でなくなっちゃった場合はオンラインの方に出ませんのでご注意ください。はい。あ、もう一個あるんですよね。ここまでが明日発売でした。はい。でもう一個がですね、受注の方が出ます。こちらも30周年記念グッズになります。今回ちょっと全部買いたい、クラブ30周年記念受注販売グッズ第1弾のお知らせ、お財布沸騰ですよ。こちらが4月2日、こちらが、そうか、10時からこっちが受注開始になりますので、時間がちょっと分かれてるんですね。で、受注期間が17日日曜日の23時まで、まずは30周年記念タペストリー、でっかいやつ、うん、幅が72センチ、高さが30センチ弱、結構でかいな。3850円。これ見るたびに、このさ、うん、ヒストリーの写真見るたびにボスでっかいなって思うんだけど誰よりもでかいんだよ写真が、うん、それだけね、ちょっと影響力があったということですね。はい。で、ここからです。マスコットオタクの皆さんにお待たせしました。マスコットキーチェーンとぬいぐるみの標準サイズですね、こちらがマリノス君、うん、マリノス家でそれぞれ出ます。今年のユニフォームバージョンですね、横があの、うん、かわいいやつですね。今年の日本版かわいい。どうしよう、うちにいるんだよな一体ずつどうしよう。はい。キーチェーンの方が1980円で、ぬいぐるみの方が4400円、各種割引対象外。ここからは結構みんな大好きニットマフラーのシリーズですね。イギリス製のニットマフラーは前回優勝した時に出ました。多分あれと同じだと思います、素材感とかはね。長さが2メーターないぐらいなので、まあ、短めっちゃ短めなんですけど、うん、縦が15センチですね。うん、はい。あ、逆だ。ん？逆だ。逆だ。150センチですね。長さ150センチ。で、縦幅が20センチザクのサイズです。で、こちらが5940円なんですけど、私優勝した時のニットマフラー持ってるんですけど、これ結構かなり出来がいいって。そうそう、ニットマフラーの中でも多分個人的には一番出来が良かった。素材感も厚すぎず薄すぎず重すぎず巻きやすい。そう、結構ニットマフラーね、薄くてペラペラになっちゃったりとか、ちょっと分厚すぎて、あの両面のジャカードだとちょっと重くなっちゃったりとかするんですけど、これ結構ね使いやすいので。あ、いいっすよね。うん、イギリス製が効いてるんですかね、多分。さすがイギリス、わかんないけど知らんけど。はい。で、こちらが、2色あります。ネイビーベースなのか黒ベースなのか、ちょっとこれだとわかんないな。なので2色展開ですね。で、もう一個がこちら、オフランス、フランス製の、うん、はい。久しぶりじゃないかな、このタータン系のやつ、チェックストールが出ます。うん、なんかたまに出ますよね、膝掛けとかもちょっとタータン系の出るんですけど、ありますね。これはオフランスです、フランス製で、6600円で 180×60 になります。結構でかい、うん、ストールなので、まあ、ちょっと、ね、そう、ちょっと膝掛けにもなったりとか、結構ねストール便利なんですよ。昔のやつとか持ってる人いると思うんですけど、うん、これも買いアイテムだなと思います。はい。で、こちらちょっとお届け自体時期がちょっとずれまして、イギリス製とフランス製の2つだけ9月上旬頃から今年の秋に使えるように間に合うように届きます。ただし社会情勢などによりお届けが変動する場合がありますと。で、それ以外のみをご注文の方は7月下旬から順次お届けなので、もしも先に欲しいってことだったら、マフラー類は別に多分頼んだ方がいいかなと思います。うん、そうですね。一緒に頼むと多分一緒に来ちゃうので、9月までちょっとマリノスケ待てないという人は先に、うん、マリノスケマリノスケ頼んで、で別にニットシリーズを頼むっていうのもありかなと思います。はい、はい。第1弾なのでまだ出るよきっとということですね。はい。欲しい、これ全部欲しい、どうしよう。ね、やばいっすね。うん、かわいい。買いのものしかない。あ、これ今気づいたけど、ニットマフラーよく見るときは柄違うじゃん。そう、微妙に違うんですよ。あ、傘、あ、違う。そう、傘、あ、でも一緒か。あ、そう、逆になってるだけかな。そう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 、多分そう。あ、いや違うね、向きが違うんじゃない。いや一緒、一緒だ。
あれだ、あの逆なだけだ。そうだよね、柄自体は一緒だけど配置が逆なんだ。そうだよね、そうそうそう、うん、出方が違うってことですね、巻いた時に。この微妙な違い、なぜねえ、なんで反対ではないし別に版がないからまあ別にいいんだけど、まあ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 、ね、かわいい。これどんぐらいねあるんだろうね。あ、じゃあ受注なのか、これも受注、受注、これ受注です、受注です、はい、ね、そっちは受注です。あ、失礼しました。はい、なるほど、じゃあ行き渡るんですね、これは。マフラーは、はい、それいいな、買えばよかったって言ってる人結構よ多いので、ぜひあの後悔のないお買い物をしていただきたいなと思います。そうですね、はい、うん、これ見れないのかね。さすがにないかな。多分ね、物自体は、うん、ほとんど色味とかも前回の入賞マフラーとネイビーの方は一緒だと思うので、多分これベースネイビーだと思うんですね、うん、私あれだったら後でふっとりこタグであげますね。ちょっとまだ色、何色って書いてないんですけど、多分ネイビーだと思います、うん、いや、開幕でもニットマフラー売ってたじゃないですか。あれ秒殺でしたよね。あれ、あれもね、なかなか良かったんですよ。いや、欲しかったのにさ、もう全然なかったよ、言ったら、あっという間でしたもん。また出るんでしょ、ニットマフラーみたいな。いや、でもニットマフラーって意外と過去あんまりこうコンスタントに出てこなかったんですよね、やっぱ。うん、どうしても数の問題とかでニット難しいところもあって。そうですね、でかつてはサポーターが作るアイテムだったのでニットマフラー昔は結構出てたけど、はいはい、でも、うん、あの、まあ、正直結構あまり良い感じじゃないデザインだった。そう、デザインがいまいちでどうしても売れ残っちゃうっていうのがあって、多分ちょっと懸念されがちだったんですよね。なのであのハマトラの方でも作ったりとかしてましたけど、うん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 、まあ、いいの作れば売れるんだけどなって思ってたらまあこういうスタイルになったので正解と思って。ニットはでもどうしても在庫がかさばっちゃうので、こうするのがいいのかなと思いました。うん、タオルとかとね違って、うん、そうだね、うん、はい、ぜひ皆さんご注目ください。はい、あ、いくら使うんだろうね。はい、つら、いっぱい使ってください。はい、あ、ちょっとね、ネットマフラーちょっと高く見えますけど、うん、結構物はしっかりちゃんといいものなので、うんうんうん、はい、それもいいな。はい、ご紹介ありがとうございます。はい、はい、次が小ネタに行きますが、やっと小ネタやおりますのでガンガン飛ばしていきますと、はい、グローバルスタイル今年のスーツモデルはこの6選手出た。オフィシャルパートナー5周年を記念して豪華なプレゼントキャンペーンを開催中。横浜 F マリノス2022公式スーツを着こなした選手たちのかっこいい写真を要チェックということで、はい、グローバルサイズさんが、特別特設サイト特設ページを公開しています。はい、はい、で気になる順位は、1位から水野幸太、角田幸太郎、松原健、帯パネル、ウィンナ、内田祐介、小池優太と。いや、西田くん、ちゃん滑り込みなんだ、そっか。そうね、これ全員仕事できそう。はい、まあ、ユースケはまあほらあの新卒みたいな感じなんだけど、うん、まだ。そうですね。他全員めちゃ仕事できそう。まあ、サポーターもまあ、うん、でそういう、いや多分でも心理的にはそうなって、ね、投票してるんだよね。うん、いや確かにそれはそう。まあ、スーツがそういう風に似合う選手っていうのを。いや分かりやすく身長が高いとかさ、うん、このスーツが似合いそうっていう選出ではあるよね。ね、まあまあ。帯のシルクハットやったなって思いましたよ。帯毎回写真でさブーストかけてくるのずるいと思うんだよね。そうあれで毎回あれで成功するんだよな、なんでも。はい、はい、それで、キャンペーンも同時にやってますね、うん、はい、合計60名様に当たる横浜 F マリノス銀座グローバルスタイルオフィシャルパートナー5周年記念キャンペーン開催ということで、次は6周年へという思いを込めて、60名様に豪華プレゼントが当たるキャンペーンを開催ということで、本日から5月8日までの間に、銀座グローバルスタイルの方で、オーダースーツ注文などなどちょっと条件を見ていただくとして、当たります。で、A 賞が横浜 F マリノスホームゲーム特別観覧室ご招待15組30名様。出たー、ね、去年行ってきたー、どっかで聞いたね、去年行ってきたー、はい、明らかに行ってきたやつですね。はい、ありがとうございます。はい、対象試合は、6月25日柏レイソル戦か、7月6日のサンフレッチェ広島戦になるそうです。はい、はい、あとはまあ
モデル選手のサイン入り色紙や、SA 席のチケットなどなどが当たるそうですので、ご興味ある方は応募してください。柏レイソル戦、はい、柏レイソル戦、はい、アイラブ横浜シリーズですね、うん、アイラブ、はい、アイラブの日ですね。あ、アイラブか、うん、そうだね、まずスペインの日だよね。そう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 、そうこれは勝ったな。はい、はい、で、コンテさっき の, その特設ページ的にはもう2つコンテンツが、まあ、動画コンテンツがありまして、うん、メイキング映像ですね、オフィシャルスーツ撮影のメイキング映像と選手の私服で調整を不幸で着こなし企画というのが、あ、不幸でこっちも公開されたんだよね。ちょっと自分見てないですけど出てると思います。17時、ね、はそう出てたんですけどす、ね、ちょまだ見れてなくて、はい、結構なんか、うんうん、まあ、今年のスーツ自体がその結構ビジカジで使うようなイケるやったりするんだよね。普通にデニム履いてでいけると、はいはいはい、そう多分デニムと可愛いとニットタイプですね、うんうん、で去年すごいカッチリ系で、はい、そう今年このカジュアル系で来るのうまいよね。去年買ってくる買っちゃうよね。欲しくなっちゃうよマジで。いかんよこれは。はい、はい、見てください。はい、次いきます。動画コンテンツを、まあ、ちょっと簡単に紹介しましょうね、うんうん、ザ・デイ33が出ました。それもまだ見れてないんだよ、はい、川崎戦を迎えた試合までの裏舞台を収録した、ボリューム33が公開されておりますので、うん、よかったら見てください。はい、みんなかっこよかったね。開幕2試合分ですね、はい、うん、はい、で2つ目が、30周年記念コラムが出ています。トリプルですね、第1弾横浜マリノス誕生ということで、文章の、コンテンツですけど、クラブ創設に携わり長きにわたりクラブ運営に尽力された根本さんですね、根本さん、はい、による30周年記念コラムが、トリプルAで出ています。これは有料コンテンツかな、新聞だけじゃなくてよかったよ、はい、あれですね、そうね、うん、ちゃんとうちのコンテンツで面白かったですね。あのいろんな話がね、まあ、昔読めてないけどね、そうそうそう、今昔そのマリノス関連の施設だったところが今こうなってますよ、今こうなってますよ、そうそうそう、面白かったですね。あそことあそこがスポンサーで入っているのはそういうつながりだったのかとかね、そうそうそう、見えてきますよ。はい、はい、で、3つ目が30周年記念ドキュメンタリーショートコンテンツですね、出た、はい、第2弾ニューヒーローズ新たな始まりも、公開されてますね。フルバージョンですね、これトリプルA で、うん、フルバージョンで無料公開、そうなんですよ、はい、びっくりした。はい、皆さん見れますのでぜひ見てください。はい、あとトリプラもいろいろね、のジョエルのインタビューとか、うんうん、出てますね、出してくるわよね、ちょこちょこ出してるので見てもらおうとして、ちょっと時間が来ておりますのでガンガン飛ばしますね。はい、ごめんなさい AD 君。はい、で、最後にマリサパイスネース周りで話題の出来事として、はい、2022J1 全18クラブと2時3時のコラボが決定。これな、はい、エニカラ株式会社が運営する VTuber バーチャルライバーグループ2時3時は、これイントネーション合ってるのかな、2時3時、はい、2時3時は、2022J1 全18クラブとのコラボレーションが決定したことを発表いたします。当社が運営する VTuber バーチャルライバーグループ2時3時と J1 クラブのコラボレーションが決定しました。はい、2022J1 全18クラブと2時3時ライバー18名のコラボレーションとして1人1人1クラブで、はい、対応してるんですけど、うん、動画配信やグッズ企画も予定しております。動画配信についての詳細、グッズ企画についての詳細も、順次お知らせいたしますので続報をお待ちください、はい、ということです。はい、でどうしようかな。皆さん分かりますかね、 VTuber 全然知らん。2時3時さん、VTuber っていうか、はい、まあそうね、VTuber 分かるけど、 VTuber 分かりますかね。昔ながらこのね、はい、マリノスはアクシア・クローネさんという方が、はい、イケメン当て込まれたね、22歳のね方があの応援していただけるとのことなんですが、です、ね、あの正直申し上げますね、はい、あのこのリリースが出るまでこの方のことを知らなかったので、そうなんですよ、どんな人なのっていうところからなんですけど、はい、このアクシア・クローネさんのツイートがまあまあ、 あの反応がねついてまして、うん、あ、どうやらすげえ人なんじゃねえかっていうことだけは分かったんですよ、うん、でその後、ちょっと今日昼間に、ツイート検索かけてみたんですけど、うんうん、まあ、昨日の夜どうやらあの生配信してたらしくて、うんうん、そこでマリノスの話
ていうかマリノスがどんなクラブなのかみたいな話をしてたらしく、まあ、それを聞いてちょっと気になってきたみたいな声が多く、あのアクシアさんファンの方から聞かれておりましてですね、それに対してこうマリサポが反応したりとかしてっていう、こうちょっとずつ循環というか、あのお互いの刺激が始まり始めてるのかなみたいな、そんな感じの状況ですね今ね。だってツイッターフォロワー27万人いるんだぜ、ね、すごいっすよね。さっきだからそのアクシアとマリノスって2つのキーワードを合わせて検索したら、うん、そのアクシアさん推しの人たちとマリノス推しの人たちがそれぞれが出てきて、それぞれにここはいいですよ、ここはいいですよみたいなのを、今日切り抜き動画、うん、アクシアの切り抜き動画見てくださいとか、マリノスはこういうチームですよとかっていうのが飛び交っていたりしていいなと思いまして、うん、でさっきアキラ君が触れていただいた、ように、昨日発表があったんですかね。で、その直後にゲーム配信を多分アクシアさんやろうとしてたんですけど、それの動画配信をする前に雑談をすごい長い時間マリノスの話をしてくれたんですよね。おお、ありがたい、うん、そいつありがたい、すごかったですね。僕結構だからその僕たちが本当に想像するようなその初めてあの J リーグを見に行く人がそうどうやってその情報を得ていくかとか、そうそうそう、逆に言うとそのこういうところって伝わりづらいんだなって思うところもちょっとあったりして、すげーサンプルすごくねいやだしそのなんていうのかな、もっともう僕は結構擦れてるので案件案件しちゃったりしてないかなと思ったんですよねああなるほど、はい、なんですけどすごい結構前向きに、なんかねすごく楽しみたい楽しみたいっていう感じであの配信されてたので、うん、超好感度が爆上がってますね僕の中で。これはねあの、まあ、VTuber の方なので、まあ、実況動画とかあると思うんですけど、うんうん、それとダゾーンを見ながらの生配信みたいなのってすごい相性いいんじゃないかなって確かに思うんですよね。あのそのアクシアさんのチャンネルでその動画が流せるかどうかっていうのは置いといて、そうでないとしたらダゾーン見ましょうで一緒に見ることになるじゃないですか、うんうんうん、そのアクシアさんファンの方でまだダゾーン入られてない方々が加入する可能性があると考えるとって感じですよね。だからねそのどう、まあ、なんだろうそのJリーグとの間でどういう風になってるかはちょっとわからないので、うん、そのなんていうんですかね、どこまでそのやることが決まってるのかとか、その どこまで裁量になってるかとかわかんないんですけど、うんうんうん、結構もう そういうの飛び抜けてというか、いや、そのしもっとされてくれていたので、うんうん、すごい嬉しいですね。なんかこう、はい、興味を持ってくれた方々はぜひスタジアムに来ていただきたいなと思いつつ、このタイミングで ACL を迎えるので我々は、はい、そうだね、ちょっと残念だなと思いつつ、ただあれよね、逆に言ったらダゾーンで試合がすごい見られるわよ、その期間中は。そうなんですよ、だから2日か3日に1回見れるわけだから ね、クラブにこう、まあ、親しんでいただける期間だと割り切って、うん、そうね、っていうのもありですね。明日の試合大事なんじゃないの？すごい見られるじゃん。明日マジで大事ですよ。ここで見ることにした人たち、来てくれるのもだし、見てくれるのもだし、でそしたらだって見てくれるってことはダゾーン入るから、で明日の試合もしかだったら広島戦鹿島戦見て ACL も見えるわけでしょ？そう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 ですね。だし明日の試合を見た人がいたら面白かったっていうのがまずそのクラスター内に行くんですよね。まあ、クラスターって言い方しますけど、それをこう伝って伝播していくとなんかこういい意味で波及効果があるんじゃないかなと思いますので、うんうん、本当今までなかった層にリーチできるから、そうそう、すごい新しい企画だよね。そうそうそう、すごいね、考えた人っていうか結構ね画期的だと思うんですよ。どうまとめたんだろうっていろいろ思ってたんだけど、よく繋がったよなここまでっていう、画期的だと思うからこそね、いい方向に影響をもたらしてほしいなと思いますね。はいはい、というあの VTuber 側はあまり分かりきてない人数ですけど、あのもしかしたらそれを、ね、知ってる側の方 あの昼間にもつぶやいたんですけど、あもしその、まあ、あのアクシアさんでなくてもあの23時所属の VTuber の方で推しがいる方とかもしいらっしゃったら、中高生サポーターとかの方がそうだよね、そう得意かもね、お子さんの方でいらっしゃるんであればぜひ紹介してもらって、うん、教えてほしいなと思ってますので、うん、ぜひご連絡をお待ちしております。そう、我々もちょっと知りたいですね、教えてください。なんね、はい、一緒に見てるよとかいたらぜひね、はい、はい、というお話でした。
はい、はい、本日のトピックは以上になります。はい、それでは参りましょうか。はい、101回目です。ミックスゾーン出てこいや。今日アリペイだった。アリペイですね、はい。アリペイで、アリペイを真似してる人みたいだよ、ね、なんかアリペイを真似してます。アリペイが真似してるんですけど、そうそう、はい、アリそう真似してるアリペイを真似してる人です。ややこしいな、これ2回ぐらいアレンジが加わってる感じだったね。はいはい、はい、はい、ミックスゾーン出てこいや。このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マイナス関連、パートナー、スポンサー様関連のタレコミなどお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ下の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。ツイッター等での、ご紹介もお待ちしております。お待ちしております。ツイッターといえばですよ、はい、僕聞けなかったんですけど、はい、スペースどうでした？私も最初の15分ぐらい聞けなかったですけど、後半の方は聞きましたよ。超面白かった。いや聞きたかった。じゃあ最初冒頭のネタ何でした？冒頭は冒頭、あ、でも冒頭から新加入選手の、うんうん、新加入選手で気になってる選手を4名挙げて、まあ、それに対しての所感というか、角田くんのとこは結構しっかり聞いたの。あ、なるほど。その辺ぐらいからは。角田くんが最初だったかな。あ、違う、ね、ですか。もう一人前、ね、西村くんと角田くんと、あ、うん、山根陸、うん、あー、そうだ、ちょっと聞いたら、アンロペです。はい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 、はい、そうです。その4人の、まあ、今までの活躍っぷりとか、うんうんうん、その選手の特徴、あの技術的な特徴、そう、なかなかこう練習が見れない中でも、うん、こういろいろこう分かるところとか、そうそう、逆に言うと、その記者の人たちもね、練習そんな見れてないのにそんな言えるんだと思って、なんかそう見てる素材としては同じ試合とプラス公開されてる練習がちょこちょこぐらいだからね。そう、それであそこまで言語化されるのすごいな。いやさ、言語化能力がやっぱすごいんだなって思ったのが、うん、本当に分かりやすいんですよね。そうそう、こうサッカーとかこう戦術をそこまでこう理解している方ではない人が聞いても、うん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 、あ、こういう選手なんだなっていうのが分かりやすいというか、そういった記者さんってそういうとこがすごいなって思うんですよ。小林さん結構音声コンテンツいけそうだよね。そうなんですよ。実はあのポッテコレも関西弁っていうのもまたね、はいはいはい、いいですよね。あ、そう、それで僕が面白かったのは、あの小林さんはあのマリウスの前かなに千葉を見てたと、千葉担当でしたと、うんうん、で、はい、そうです。で、千葉にもそのポジショナルプレーを狙って頑張った人いたと、うん、はい、ほう、エスナイデルさんですね。スナイデルさんね、はい、で、エスナイデルさんを見てた時はやっぱこれ無理が、このやり方は無理があるんじゃないかなと思っていたけど、うん、マリノス担当になったら、そのマリノスの、まあ、例えば選手個人のレベル感が あって、 ある状態であればここまでできるんだっていう、うん、だからその最終形としてはその合ってたかけど、やっぱりそのある程度の素養みたいな素質が大事だったりで、うん、マリノスは逆にそれやれてるのすごいって話をしてましたね。うん、あ、私あれでした、あの2人の監督のこうアプローチの違いみたいなのをしっかりこう話してくれる人、多分初めてかもしれないですね。ほう、なんかこう漠然とこういう人かなっていうのを思ってたけど、うんうんうん、あ、そうだよねってすごい納得感のある話だったというか、うんうん、ケビンの話結構意外とまでいかなくても、あ、そうなんだっていう、多分そう、やっぱオンラインでそんなにやっぱり喋ってないなっていうところはやっぱ2人とも共通してはあるんですけど、まあそれでもその中からこう感じられるところだったりとか、あとちょっとその練習ちょこっと公開した中でもやっぱボスとキミンとちょっとアプローチの仕方が違うよねみたいな話を少しされてましたね。なるほど、うん、ちょっとお前さんの話ばっかりしちゃったけど、すいません。出てこいやのコーナーでした。でも、はい、あのすごく面白かったので、ぜひ第3弾あるかわかんないですけど、はい、皆さんもぜひ来てみてください。ね、ACL 前とかでまた聞きたい。あ、そう、いや、そうね。
そう、あの皆さんあの感想をすごくあの聞きたいと大林さんおっしゃってたので、はい、聞けなかった方もぜひですねみんなの評判がすごくいいのでまたぜひお願いしますね。言っていただいたら多分やってくれる可能性がまた上がると思いますので、そうそう、はい、ACL 前やってほしいな、うん、ACL 前に聞きたいね。はい、どうぞ、はい、こんばんは、まあ、誰かと思ったらエディ君じゃないですか。あ、聞こえてます？こんばんは。聞こえてませんよ。あれ難しいかな。あれ音出てない。一回下がりましょうか。一回下がりましょうか。つなぐんで一回で出たり入ったりしてもらっても大丈夫ですよ。ちょっと一回下がりますね、うん、はい、固まっ他にもいらっしゃれば、はい、お待ちしております。熱々、ちょっと今まさきは IFM さん CDA さんのやつ引用リツイートされてますね。事務所が埋まったと。そう、これマリノススタッフじゃなくてCDA さんアカウントの方で上げてたのかな。そうそうそう、その面白いことやりますっていうのも多分そっちで上げていて、うん、マリノスじゃなくてこれはね、すごいですね。はい、はい、すいません、聞こえてますか？聞こえてます、バッチリです。はい、戻りました。はい、ありがとうございます。明日の試合に向けてちょっと2つうん、告知をさせてください。はい、どうぞ。はい、1つ目がですね、まあ、恒例といいますかゲーフラ作ってみませんの会を明日やりますと、うん、作ってみませんの会だったんだけど今作ってみませんかの会ですね。はい、はい、まあ、特にあの持ち物が持ってきてもらわなくてもガムテゲーフラがその場で作れますっていうイベントです。うん、お気軽に来てくださいというのと、普通にあの作れなくてもあの見るのも面白いので、あ、こういう風に作るんだって思うと結構ハードル下がるので、うんうんうん、よかったら遊びに来てください。そう、作ってるとこ見るのが楽しい。はい、あのジェンガもあるそうなので出たよ、アルコール消毒持参できます。はい、はいはい、遊びに来てくださいというのと、2つ目がまあ、やや早とちり感があるんですけれども、うん、ACL の現地観戦にちょっと持っていこうと思っているはい、L フラッグにちょっと寄せ書きを皆さんにしていただいて、それを現地に持っていこうかなと、はい、思っておりますので、うん、まだね確定はしてないんですけどもホームゲームが何しろもうなくてそうか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 、そうなんです、ここしかないですね、まあ、何らかの形で、まあ、どうにか現地に L フラはもうとにかく届けたいと、うん、そう、万が一ね行けないとかなってもなので、まあ、今のところ行けそうな人たちは行く予定を立ててる方結構いらっしゃると思いますけれども、はいはいはい、一応エルフラの寄せ書きやりますということなので、合わせてお立ち寄りいただければと思います。はい、トリコロールランドのいつもトンドン屋さんとかウィークエンドさんとかがキッチンから出してる裏のあたりのスペースですね。うん、ちょっとしたあの椅子がポンポンポンって並んでるところですね。ドロ川、そう、ドロ川です。そうです、お昼から夕方の5時半くらいまでいますので、うん、これ完全にキッチンカー開く前からいるよねこれ12時ってこと一応、はい、早めに行っておきま す, い, す、ね、いつでも大丈夫です。はい、なるほど、気軽にお越しください。はい、はい、ありがとうございま す, います。はーい、ホームゲームが本当にもうあまりないんですよ。はい、意外とあのベトナム遠征考えられてる方いらっしゃいましたらあのご一報ください。はい、フットリコリスナーの方はもうねご存知かと思いますけれども、はい、現地情報をしっかり随時入れていきたいと思いますので、はい、はい、ご一報ください、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、西と東でフォトスポットは別だそうです。マッキーさんからいただいてますね。やっぱそうなんですね、うん、そうです、はい、そうです、うんうん、フットプロジェクトのチームメンバーがどうやらスタンバイをしているそうですので、はい、写真撮影のお手伝いをしていただけると、アテンドさんボランティアじゃん、はい、いつぞやの鹿島さんと同じですね。そうですね、同じあれなんですね、はい、わすごい、はい、ぜひ振るって、ご参加ください。ちょっと待って、グローバルスタイルさんのサムネイルだけでめちゃくちゃかっこいいじゃん私服編のやつ、はい、うん、ちょっと起きてちゃった、かわいい。おギャラクシー何も聞いていませんが参加します、寺本さん。あ、すげえなんと、ね、やっぱ当日までのお楽しみなんだ。なるほどね、気になりますね。うん、誰か GoPro とかつけてやってくんのよダメだと思うけどね、うん、それは怒られちゃうかもしれないですね、持ち込めピッチ入るのかな、ピッチ入るのと持ち込めないんだよな。そうですね、そうですね、そう、まあサイドだったら分かんないけど、あ、
先ほどいただいたまさきさん、あの明日トリワでナンバリング加工する予定なのですが、うん、15分くらいとなってましたが、はいはい、何時ぐらいに行けば間に合うのかなと。いや、あの試合日は多分15分じゃ無理だと思う、さすがに。ちょっとぐらいなんですかね。枠が3時からだから、そうそう、結構3時より前に多分並ぶと思うんですよ、明日発売のグッズもあるので。そもそも中入れなきゃいけないですからね。そう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 、別動線とかではないから、はい、オープンちょい前に、じゃあやっぱ4時、2時半に並んでいただくのが確実じゃないかなってことですかね。でもし時間が2時半だったら大丈夫だと思う、はい、時間が余るようであればスタグル楽しんでいただいてお待ちいただくっていう形が、うん、良いかな、良いと思いますね、はい、なるべく早めの行動を心がけていただきます、良いかと思います。で営業時間15時から、あ、終わりの方、これってさ、あ、終わりか、試合前に頼んでさ、ハーフタイムに受け取るとかできるのかなってふと思ったんですよ。ありっちゃありだな、できるならね。まあその試合もまあちょっと切れないけどまあまあ、まあ、本当にナンバリングだけしたいとかだったらちょっといけんのかな、ありっちゃあり、確かにさすがにそうだよね、多分終了にはくれるんじゃない、僕でも試合ナイターの時にちょっと営業時間か、うん、まあ、当日期待ってなるんだったらやっぱりちょっと、そう、それはもう早めに行くしかないですね。だから3時オープンに向けて並んでいただくのがちょっとベストかなって感じですよね、はいはい、早めに行って、あ、イベントとかもたくさんあるのでぜひ一日楽しんでいただきたいです。うん、はい、それも含めて、はい、ですね、うん、ハンドルネームマチルダさん、あの、はい、阪神タイガース戦、アイラブ横浜シリーズの方ですね、うんうん、阪神戦雨降ったらどうなるんだろう、あの順延されると思います、はい、野球は順延されますので、はい、多少の雨ならやりますよ。3試合あります、今回対象火水木ですね、うんうんうん、あの順延されますのでおそらく持ち越しになるのではないかなと思います。取り上げ営業時間は試合終了を30分ですね、はい、ちなみにあのベイスターズの6月のチケットはまだ発売にはなってませんので、ベイは出てないです。この間5月の分かな、フェイの方はユニフォームも受注やってましたよね。始まってますね、もう、はい、もしあの、あっちの、 あのベースボールの方の、デザインが欲しい方はベイスターズオフィシャルショップの方で、はい、ウェブショップの方で予約、あれも予約だけど、はい、もし、マックスロットまで行った場合は打ち切りになっちゃうみたいな雰囲気出してたので、レプリカ7000円台でちょっとお買い求めしやすい金額なので、そうそうそう、検討されている方はお早めに、あれね、サイズでお値段変わりますからね、うん、あ、そう、一番大きめのサイズだけちょっと値段が上がるっていうシステムですね、はい、はい、な感じですかね、はい、皆さん前回のホームゲーム三沢のあのとんでもねえ雨だったので前回出た新商品とかが多分余ってますので まだあると思います、はい、あのチェック、そうです、チェックしていただきたいなっていうのと、うん、前回あの三沢であの大雨の中コーヒーまだ売っていたので全選手分、もしかすると期限が大丈夫であればまた再販されている可能性がありますので、はい、ふっとりこコーヒーチームとしてはぜひあの皆さんにお買い求めいただきたい。コーヒーだけだったら前はあのスタジアム、あのスタジアムならスタジアムカツサンドの横ね、そうそう、グッズに並ばなくても現金オンリーだからで買えたりするので、そう、でもあのスタジアムショップはコーヒーだけ当日は買えないよね、確か並んでるときは。あ、いや、それがね、その出るところに特別あるんだけど、うん、あの混雑時間帯は確か、 あ、 そうなのか、あそこから入れないから、なるほど、列切れた後だったらもしかしていけるかもしれないんですけど、並んでる時は確かダメだったような気がする。その前はスタジアム内のコンコースでも変えたりするかなと思います。明日なんかやることたくさんあるな。はいはいはい、滝さん、その件はね、あの次回触れると思います、はい、はい、これね、はい、あの日産自動車様ですね、今日ちょっと入りきんなかったので、あ、はい、そうですね、ちょっとたくさんありましたんで次回ご紹介になると思います。いろいろぶん投げちゃいました、すいません。推しが楽しそうに話してるんですね、それまでにぜひ皆様もご覧ください、はい、ちょっとコンテンツたくさんあるんでね、ああ、そうですね、軽くあれですね、ハブが、はい、明日やっているそうですので、
はい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 、はい、ちょっと早めに開くんですよね。早めにやってるから、そうですね、あの2時ぐらいなのかな、あの行く前にも飲みに行ったりできるそうだったり、まあもちろんあのハブで完成することもできると思いますので、はい、でそれ関係でね、あのダゾーンの取り組みというか、あれもありますけど、社団の話とかも、そうですね、はい、そうなんですよ、そうですね、あの日そうでしたね。ちょっと前半がちょっとでかいというか、まあまあ明日の試合のね話がやっぱり、本当週にやんないとやっぱダメなんか。まあ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 そうですね。まあ ACL のねあの日程が決まったりとかっていうのもあったんですけど。ありました。それは週明けですね。言ってないわ、その話してないですね、皆さん。もうねあのまあ今日はもう明日ですね。明日。そう。明日。明日。はい。はい。全集中。そっか先はねもう来週以降頑張りましょう。はい。はい、という感じで今日もちょっと15分もオーバーしちゃいましたけれども、いやもうなんかぎっちり子になるの予告してた時はもう15分はもうちょっと可能性としては覚悟やなって思ってましたよ、はい、思ってたんですけど、はいはい、はい、あ、明日ね、そう、水沼隆さんが解説ですね。あ、そうですね、そうです、そうです、そうですね、皆さんあれですよ、あの現地で見た時は必ず家帰ってからダゾーンも再生してくださいね、2日以内に。そしてチェックインキャンペーンもやってますので、あ、そうですね、はい、はい、2日以内に見てくださいね、ダゾンは。あの全部見れなくてもハーフタイムだけとりあえず見てもらってチェックインキャンペーンだけあの応募してもらえればいいので、はい、ぜひ見どころがありすぎなんやになりますので、はい、ダゾンでもご覧ください、はい、まあ皆さん午後からですからね、多分動かれるのは。そうですね、ゆっくりして何しあれしようかな、うん、これしようかなって考えながら、はい、スタジオに向かっていただければと思います。楽しいな、はい、久しぶりのハーゲーム、はい、トリコアーカイブ配信も本格的に始まっておりますので、はい、もしよかったら明日の朝にはポッドキャスト届くと思いますので、お、はい、お聞きいただきながら、ツースタ、はい、通勤の2にスタジアムですね、ツースタタイム、ツースタ中とかですね、はい、はい、お願いします。はい、はい、それではフットリコ第101回目でした。僕は死にません、ね、ね、死にません、はいはい、はい、その後はハッシュタグふっとりこでお待ちしております。お待ちしてます、はい、皆さん聞きいただいてありがとうございました。ありがとうございました。皆さんさよなら。皆さんまたおやすみなさい。またね、また月曜日ね。